初めての道路を封鎖した高圧線の伐採。よっしゃ、安全に帰っていくぜ。オッケーオッケー、いいよ、オッケー、ナイス。おはようございます。ちょっとね、まだね、腰が痛いね。しかし今日も一日頑張りましょう。いや、行きましょう。出発を進行、キュウリのぬか漬け。Go smooth, go smooth.落ちないか。OK. OK, my. やればできる。うまい。そう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 、最高。うまい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 。もう完全に終わったっすね。しー、どうもお疲れ様のさ、タバサー、タレゴーちゃんのゴーちゃんですございます。いやー、まあ聞いて、ちょっと聞いて、ちょっとだけ聞いてもらっていいですか。うんうんうん、ちょっと聞いて、ちょっと。今日ね、ようやく、終わりまして、何が終わったかというとですね、私ね、造園業サラリーマン34歳です。最近ね、頑張ろうとしてること、これから頑張りたいこと、ツリークライミングって言って、木に登ってね、ロープで木に登って木をね、伐採とか剪定しちゃうんだけども、その仕事が今日一段落つきました。まあ、簡単に説明しますと、今日今年から入ってた枯れてる木のね、伐採業っていうのがいっぱいあって、それがあのね、難しい木とか危ない木っていうのがたくさんあったのよ。たくさんあったんやけど、それが本当にね、もう私の、まあ、頭脳と運動神経と、あとは度胸と素晴らしい仲間たち、その力によって無事終わることができました。ありがとうございます。スパルタンレース終わってから腰を痛めてまして、まだね、全回復してなくて、ランニングできないわ、トレーニングできないわ、腰なんで、起き上がったりすることも結構きつい状態で。で、今日それ、なんとかごまかしごまかし、で、やっぱ釣られてる状態とかって結構、あの、体に、体幹を鍛えれる意味ではいいんやけど、回復のところがちょっとね、あの、ちょっと今週は言い過ぎやな。今週は休みない。今日と明日ぐらいかな。明日はちょっとトレーニングしたい、さすがに。やりたいんですけど、大山マラソンに向けて、僕は走りたい。とりあえず、5キロ、9キロのランニングなんで、5キロをね、まず5キロ、10キロっていうような感じで距離を積んでいきたいんだけど、とりあえず今ちょっと腰を痛めてまして、ぎっくり腰みたいなものなんですが、それがね、この姿勢のバランスとかそういうのが違って、こうね、痛いんですけど、今日はちょっとね、できなくて、で、ちょっとだけ仕事が早く終わったんで、今日はちょっとね、お風呂に久しぶりに行きます。はい。ということでですね、今帰ってまいりまして、いよいよ来ました、大山マラソン参加通知書在住ということで、今から、今日ね、今朝届いてたのかな、大山登山マラソンですからね。てる3267、あれ、え、ちょっと待って、あの、ちょっと待ってください、あの、私、あのですね、完全になぜか勘違いしておりました。ガチで。過去の動画でもね、言ってると思うんですけど、3月23って俺、言ってたでしょ。え、マジで？ほんまに？やば！これ地獄を見るな、俺。マジで？ 3 月10日や。え？うわー！俺マジでなんで 23、去年23やったんかな？えぐ！全然時間ないやん。えぐ！ 3 月10日なんか、えぐー！マジで？頑張ります。うわ、もう、今日逆に、じゃあ絶対休まなあかんな。無理、あかん、無理したあかん。リアルに20日ぐらいしかない。うわー、やらかしてた。あぶねー。マジで。いや、マジで俺23と思ってた。ほんまに。えぐ。しゃ、頑張ります。おはようございます。ほー、寒い。
上着を車に忘れちゃったんだよ。昨日はね、結局ね、お風呂家で入りました家で入ってちょっともう爆睡しちゃってね、寝ちゃったんですよね。だからね、今日ちょっとまだ動けないと思うんで、ちょっとね、今日お風呂に行けたら行きたいなっていうふうに思うのと、まあ、無理だったらもうちょっと軽くランニングしたいなと思ってます。すごい高い買い物ですが、全部命を守るためなので購入しました。よし、これでね、安全に作業できるかと思いますので頑張ります。おはようございます。雨で現場が今日もなかったんです。なのでね、まあ見積もりが作らなくちゃいけないものがあって、自宅の方でね、あの事務所に出向かないで見積もりが作れるんで、それでちょっとあのカフェとかに行ってね、リモートワークみたいなことをしたい。寒くなってるからね、みんなね気をつけてね、風邪ひかないように。急遽幻聴が入ったので、今からそちらに一人で向かいたいと思います。今日は金曜日休みの日なんですけど完全にやべえやつなんだけど、気温5度、今からちょっとトレーニング行きたくて、あとコインランドリーもやべえやつなんだけどやばい。ちょっとね、大山マラソンに向けてトレーニングしたいからさ、エニタイム行きたいんだけどさ、ちょっと小1時間トレーニングするんやって、コインランドリーに行きたいのよ。それをちょっとね持っていくんだけど、訓練。コインランドリーがどこも埋まってんだ。案外みんな洗濯機持ってないねんな。そうじゃなくて、なんかこの時期でコインランドリー使うって何？コインランドリーが空いてるかもしれん。さっき6分だったんだよね。タイミングよく回せたぜ。今からジムに行ってね、ちょっと体を鍛えていきたいと思います。よし、今からね、洗濯物取りに行きます。汗が冷えて寒い。汗かくとやっぱダメだね、冷えるわ。それまではね、あの JK みたいな感じで、気持ちは JK なんで今から34歳やばいこと言ってるなと思うけど、生足はね全然平気だったんですけど、上半身がやっぱね、服濡れると寒いね、汗で。汗かいた。明日は友人の結婚式なのだ。ほんまに。もう、生まれてこの方、結婚式なんてね、何回出たかマジでわからんぐらい出てる。あの、ありがたいことやけどね。あの、友達が多いっていうのはすごいありがたいこと。本当に、最初にね、結婚式行ったのは、あれは20歳の時かな。20歳の時から34歳のこの14年間の間で、結婚式行ってない年ないんちゃうかなってぐらい行ってるね。だから14回は行ってんじゃない？人生で。もうちょっと行ってるかもしれないけど。本当にね、ひどい時ね、ひどい時って言ったらあかんけど、マジ24歳ぐらいの時ね、3週連続ぐらい、結婚式あったからね。もうみんな一緒の週に結婚式、一緒の場所でしてよと思ったもんね。その時俺さ、東京ってさ、金がめちゃめちゃないから、もう夜行バスで帰って、で、結婚式出席させてもらって、で、そのまま夜行バスで帰って、で、そのままアパレルショップで働いてっていうのを一週間繰り返して、で、また週末になったら夜行バスで帰ってっていうのをね、3週間くらい繰り返したことあったよ。みんなおめでとう。幸せになってるかな？ちなみに、ですが、今回ですね、スパルタンレースの T シャツ、長袖なんですよね、今回。寒かったからかな。あんま寒くなかったけどね。長袖で、ヘビ柄なんですよね。ヘビがテーマらしく。あ、ちなみにね、メダルは、ボルタンレース。ヘビなんですよ。今年はヘビ。ヘビ年じゃないけどね。ヘビ。すっかり夜になってしまった。ユニクロで、明日のね、結婚式の準備はもう全部揃ったかな。いろいろ、ご祝儀袋も含め。映画はね、マダムウェブっていうのを見てたんですよ。マダムウェブ。マーベルのね、女性版スパイダーマンの原点みたいな映画でした。
はい、今日は友人の結婚式なんですが、見てください。朝準備してる時さ、ちょっと遅れたんやけど、ここなんか黒いシミついてさ、やっちゃったよね。新しい、ちょっと新横浜で式なんで、新しい、ちょっとこれユニクロのシャツなんですけど、新しいシャツちょっと新横浜で買いたいと思います。最悪。カワフルとこうまい。はい、ということで帰ってきましてね、今夕方の5時を回ったところです。ちょっとね、帰ってゆっくりしてから、今日まだトレーニングしてないんで、お酒ちょっと飲んじゃったんでね、クールダウンしてからトレーニング今日は行きますよ。皆さん、ここでね休んじゃダメですから。もう僕にはね時間が残されてませんので、トイレじゃないわトレーニングに行きます。はい、どうも、ヘルコーチのコジョルスです。いやー、3連休ね、トレーニング1回しかできてません。昨日ね、友達の結婚式で帰ってきて、そのままね、お酒飲んじゃってたせいかね、酔いは回ってなかったんだけど、お風呂入ってちょっと体休めようと思って休めちゃったらね、今のお昼まで寝てしまってたね。もう疲れも溜まってたのかなとかって言いながらね、なんか久しぶりにスーツをね、サイズの合わないスーツをね、パツパツに着て、ちょっと疲れたところもあったんやけど、ちょっとね決めました。私、大山マラソンまで何ができるのか。今からできること、それは1、痩せること。2、体力は上げれないけれども、坂道に対する高体力はちょっとだけでも上げれるんじゃないかなっていう慣れです。この2つだけです。それしかありません。3つかな。痩せる、そして坂道の高体をつける、そして少しでも心肺機能を戻すですね。でこれでやっていきたいのが、まず痩せる、4キロから5キロ痩せたいと思います。多分ね、僕できると思う。これね、結構ね、脂肪が乗っちゃってる体なんで、こう見えてもっていうか、そう見えてるか。それをまずやるっていうこと。あともう一つ、抗体をつける。これは筋肉を、割かし動かしていけば、その場しのぎになっちゃうかもしれないけど、3月10日の大山マラソンにはちょっとだけでも間に合うんじゃないかなっていうふうに思って、抗体をつける。それは、トレイルランニング行ったりとか、積極的に階段使うとかね、日常で言ったらね。でトレーニングで言ったら、ランニングマシン、トレッドミルで15度に角度つけて、ひたすら重りを担いでこう走っていくっていうね、方法。あと、心肺機能を高める。これは、雨の日だったりとか、走る日はいいんだけど、まあランニングマシンでも何でもいいんだけど、ロングジョグ、遅いペースのジョグを長いことする、40分から1時間とか、まあ、これから毎日どれか日課にぐる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 ローテル回してやっていきたいなというふうに思います。決めました。ちょっとね、このままだと全然ダメです。で、大山マラソンが終わったらちょっと間隔は空くんですけど、スパルタンレース千葉が6月にあるので、それもエントリーしたんですよ。それに向けて頑張らなくちゃいけないということで、そこに向けてもね、トレーニング合わせていきたいというふうに思います。痩せていくっていう意味で、体重を今からね測っていきたいと思います。 84.1失礼しました。 84.1 でした。重すぎますんで、もう水抜こうが脂肪燃やそうが何でもいいんで、78まで落とします。なので6キロ頑張りたいと思います。はい、ちょっとね、そういったカロリー制限とかいろいろね、お菓子とかぶっちゃけね、甘いものとか結構食べたりとか、カロリー高いものとか普通にね気にしないで食べてたところは結構あるんで、無理ない程度に、健康とメンタルを阻害しない程度にやっていきたいと思います。なぜかというと、ストレスでグッてこう我慢して、痩せなきゃ、でも食べたいもの食べれない、とかって言っても負のスパイラルに陥って、なんかストレスでちょっと体調崩したりとか、力が出なくなったりとかすることが以前あって、ちょうど1年前ぐらいなんですけど、バランスを見ながら、カロリー制限とかしていきたいと思います。それではね、今から用意して早速エネタイムフィットネスに行きたいと思います。羽が多いですね。
はい、ということでトレーニング今日終わりました。約1時間ね、傾斜つけたりランニングしたりロングランニングしたりとか、あとこうやってね腕をまっすぐ伸ばしてね、体幹を鍛えながらこうねじりながら歩くことで腹筋が絞れたりとかダイエットになるんで、僕はちょっとやってみてます。目指せ78キロということで、体重をね3月10日までになんとかしたいなというふうに思ってるんで、今日もねご飯はとりあえずカニかまぼこで、うまっ。てなわけで動画のご視聴ありがとうございました。はい、スパルタンが終わってね、いや腰痛でなかなか前半の方はトレーニングできなかったんですけども、今はねこちらの痛みが回復してきて、ちょっとずつエンジンかけていっている最中でございます。なのでまたね来週からガツガツとしっかり走って体を動かして3月10日に備えたいというふうに思ってますんで、よろしくお願いします。ではですね、また次の動画でお会いしたいと思います。次の辺で実現愛、魂、笑い、それすなわちエネルギー、いったれいったれ。体重84キロから78キロと、あと農山マラソン9キロのレース2時間切るぞ。おーというわけでまたお会いしたいと思います。それでは次のバイバイ。